ち上がりは良かったですけど、その立ち上がり良かったまま続けられなかっただし、先に失点してからまたその後自分たちの形になったので、もう少しこういいプレーを持続させられるようにしたいし、個人的にも結果を残したら良かったですけど、もう少しいいパフォーマンスを続けられるようにしたいなと思います。前線のコンビネーションからの崩しっていうのは、まあ、あの場面ではよくできたと思うし、マルキからのパスで、まあ、ゴール前だったんでトラップしてから早くシュートを打つっていうのは自分の中でイメージができて、そのイメージ通りができたのかなっていうプレーだと思います。まだまだチームとしても良くなると思うんで、まだ2週間あるんで、2週間でしっかりまたコンディションを上げて、もっとチームとしても連携を高めて開幕に向けていい準備をしていきたいと思います。